というわけでですね、現在アウトレットバイク大阪さんの方にお邪魔させていただいております。でこちらですね、アウトレットバイク大阪さんにお借りいたしましたフューチャーの、55カーゴです。先ほどですね後ろ2輪の、EV トライクの方に乗らせていただいたんですけど、こちらもですね、前2輪の3輪タイプのマイクロモビリティになります。でこちらもですね、登録としてはミニカー登録になりますので、先ほど、乗らせていただいた、EV トライクと同じようにですね、車検証、車庫証明等が、いらないでですね、免許の方も普通免許で乗れるタイプになります。でこちらですねフューチャーさんの、55なんですけど、特徴としてはですね、バッテリーの容量がですね、変えられるというところがあります。大容量バッテリーにして、さらに、走行可能距離が伸びますんで、ちょっと物足りないという方にはですね、そういった、オプションもついていると。でさらにですね、高速充電が、可能なタイプの、充電器の方もオプションで、追加することができますので、通常の、モデルからさらにバージョンアップした、ものにも、変更可能ということになります。それではですね、ちょっと実際にですね乗らせていただこうと思います。でこちらですねヘルメット未着用でも走行可能なんですけど、安全面を考慮してですね、ヘルメット着用を推奨させていただきます。まずこちらのキーをひねってですね、真ん中のボタン長押し、するとこういった形で電源が入りますんで、走行モード0から5まで変えることができます。でもこちら0にすると、エンジンひねっても動かない、1にすると、発進可能という形になります。ではですねちょっと実際に走行してみたいと思います。はい、というわけでですね乗ってきました。フューチャーの55カーゴ、今公道走ってきたんですけど、正直ですね、ちょっと慣れるまでは、怖いです。バランスもちょっと取りにくい部分とかもありましたんで、なんかちょっと足もついたりもしてたんですが、コーナリングとかですね、少し、慣れてくるとですね思ったより、スムーズに曲がりましたね。ちょっとスイーツ級のコーナリングといいますか、うまく曲がることができましたんで、もう慣れればですね、その辺のバランスとかも、含めて、楽しく乗れる車両になるんじゃないかなというふうに思います。あとですね、こちらの車の売りなんですけど、こういった形でですね、足とだけ乗ることができますんで、スカートでも、乗れるっていうのが一つの売りになっているようです。で今スタンド立ててるんですけど、これスタンドを離して、乗っててもですね、手を離しても、このように、転倒防止の、構造になっておりますんで、その辺もちょっと安心して乗れるかなというところですね。のマイクロモビリティの一番の魅力ってやっぱりこの独特のスタイルだと思いますんで、その辺もですね実際乗ってもらったら、魅力を感じていただけるんじゃないかなというふうに思います。それではありがとうございます。今日のモビリティ研究所はここまで。マイクロモビリティ研究所はグーバイクの提供でお送りしております。